よし。キリタ君。よし。どうしたの？さあ、行きましょう。よろしく、キリト君。you
いよいよか。それって…いよいよね。そうだな。Thank you.
あれ？あんたこんな時間に何してるのよ。ちょっと嫌な夢をね。昔の夢。そう、忘れるなってことなのかしら。とにかく夢の、ええ、聞いても驚かないでね。私も戸惑ってるんだから。私が SAO ソードアートオンラインのことたくさん死人が出ている最悪のデスゲームだって首謀者はまだ捕まっていないって言ってた。ええ、落ちてきてあんたに受け止められたあの時に私はこの世界に迷い込んだ。ナブギアなんてとっくに発売中止よ。多分メディキュボイドのせいね。医療用の機械なんだ。フルダイブ技術を応用して医療に役立てようって機械でナブギアと同じシステムを積んでいるの。目や耳が不自由な人に VR 技術が役立つってのはかなり昔から言われてたことでしょ。あと感覚の遮断も麻酔の代わりに使う。私はそのどっちでもなくてカウンセリング系のテストだったんだけど、 VRMMO はなんとか療法にいい効果が期待できそうだとか、もちろん SAO じゃない、もっと無難な VRMMO でね。それでアバター作成してカウンセラーを待ってたら急に足元が揺れて、そこからはもう訳が分からなかった。落ちてるのか吸い込まれてるのか、頭もクラクラしてたし、そうでもないけど忘れていたかったことまで思い出したから。そうね、ごめんなさい。私もあまり話でも、私がここに来たのまだ実感はないんだけど、この世界で敵に倒されると、え、あんたそれどうしてよ、雪吊りの私なんかに。あ、ごめん、私こそマナー違反だったわね。あんた話したくない。私ね、今まではあんたのこと失礼な変なやつ、もしかしたら私今なんだかそんな気がした。Thank you.
よう。よう。よし。Thank you.
なんだ？よし。攻略会議を始めましょう。それではボスの攻略に。
おう、キリト。この層のアクティベート、済ませてきたぜ。銃の桁が上がると、節目って感じがするわね。地震か？びっくりした。アインクラッドで地震なんて初めてじゃない？確かに記憶にはねえな。昔の MMO じゃ地殻変動イベントとかあったけどな。こういうイベントをきっかけにして新しいマップが開放されたりしたんだよ。ちょっと期待しちまうな。ただまあ、底意地の悪い改変じゃなきゃいいが。にしても、結局ロングアウトできねえままここまで来ちまったな。今のペースから考えたら、百層到達もそんなに遠くはないんじゃないかな。初めの頃に比べるとすごくハイペースだよね。そりゃこんだけ攻略をこなしてりゃ容量も良くなってくるってもんだ。これで全員揃ったかな。じゃあそろそろ80層到達パーティーを始めたいと思います。思い起こせば2年前、俺はこのゲームで一流のプレイヤーになろうと。あんたの話なんかどうでもいいからさっさと乾杯しなさいよ。ひってまだ話の触りも語ってないってのによ。まあいいか。それじゃあみんな乾杯。乾杯。よっキリト、80層到達おめでとうさん。お前と会ってから2年、今もこうして一緒にいられるなんて感慨深いじゃねえかな。これからもよろしく頼むぜ相棒。残り20層もさっさとクリアしちまおうぜ。キリト、楽しんでる？そりゃ一流シェフのアスナ様が直々に作っている料理だもん。美味しいに決まってるわ。こんなうまいもんをお前は毎日食えてんのか、この幸せ者。
食えるだけでも幸せだってろ。くそ、今日ぐらいは俺が全部平らげてやる。何やってんだか。おい、キリト、こっちの料理も食べてみてくれないか。ああ、うまいもんを用意したぜ。期待してくれていいぞ。まあ、この世界に存在する素材で作ったものだからな。ピザの味が再現できているかは各自の判断に任せ。でもアスナにも手伝ってもらったから美味しさにおいては間違いないだろう。おっと、待ってくれ。実はな、余興も含めて一つ趣向を凝らしてみた。この中の一切れに激辛が混ぜてある。味見はしてないからどの程度の辛さかは分からんが、ま、県内だからな。楽しそうじゃねえか。誰が激辛ピザを食べちまうかやってみよう。どれだけ辛いんだろう。ちょっと怖いかも。作るところ見てたけど、半端ない量の辛味パウダーをまぶしてたわよ。なんで止めなかったのよ。すごく楽しそうだったから。運試しと思えばいいのよ。むしろ当たればラッキーくらいの気持ちでね。ラッキーか。それならよ、激辛を食べたやつは誰でも好きなやつに好きなことを命令していいとかどうだ。あんたいつもそういう遊びばっか考えてそうね。おいおい、別にやましいことを考えてるわけじゃねえぜ。誤解すんなよ。おいしいもん作ってもらうとか、レアアイテム探しを手伝ってもらうとか、もういろいろあんだろう。一緒に買い物に付き合ってもらうとかも。そうか、そういうのもありか。8ピースだから確率は8分の1ね。参加する人は誰ですか。当然俺は参加だな。私もです。私も。じゃあ私も。私もやってみようかな。私も挑戦してみる。私もやってみます。ゆいちゃんも。前にゆいちゃんが辛いものを食べた時すごく渋い顔してたような。大盛況で何よりだ。さあ、誰が激辛を食べてぶっ倒れてくれるかな。よし、それじゃあみんな自分の食べる分を決めるぞ。準備はいいみたいだな。みんな、いっせーので食うぞ。激辛が当たれば誰かに好きなことをしてもらえる。いいな。それじゃ行くぞ。いっせーの。はーお。はん。水これ。
いいリアクションだぞ。バイアギル、お前なんてもの作りやがった。すまん。ちょっと残念って思ったけど、やっぱり当たらなくてよかったかも。うん、危なかった。ひでえ目にあったぜ。だが当たりは俺様よ。ここからが本番だが。さて、誰に何をしてもらっちゃおうかな。ひょっとして私たちすごいピンチなんじゃ。大丈夫よ。人並みの良識はあるはずよ。多分。どうすっかな。ね、何言ってるの？あんたもうお願い事聞いてもらったじゃない。え？今さっきキリトに水をもらったでしょ。それでもう終わったじゃない。おいそうですね。確かにあれはキリトさんに対するお願い事でした。そうよね、さっきので終わりよね。え、おいちょっと、いやなんだよこの流れ。よかったわね、キリトにお願い聞いてもらえて。そりゃねえだろうよ。激辛食っただけ損じゃねえか。おいキリト、お前もなんか言えよ。お前もか。下心ありありの態度を見せるからこうなるんだよ。そこまでやましいことをしようだなんて別に考えてなかったのによ。お前がそう思っても周りのみんなはそう思ってくれなかったんだね。かわいそうな俺。今シノンについて話をしてたんだけどよ、何か思い出したりしていないか。なんなら知り合いのギルドにシノンについての情報を集めるように頼んだりもできるけどよ。ええ、信じられねえな。 SAO の外から来たって。すごい登場の仕方だったから
何か事情があるのかなとは思ってたけど、カーディナルシステムへの負荷によりいくつか発生したエラーの一つだと思います。ネットワーク上のナーブギアだ。なんだそのカーディナルシステムって、初耳だぞ。しかしそいつ大丈夫だよ、シノノ。ここで膝を抱えて、私は。でも、死ぬレベルもスキルも。キリト君。でも、シノの、本当。キリト君。まあ、じゃあ、改めて。